はい、ええー、どうも、こんにちは、こんばんは、おはようございます。全部忘れて,て、こんにちは、こんにちは、こんにちはでございます。本日ですね、え2024年、え4月の23日、火曜日になりました。日がまたいたんですね。で、あの、いや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 、もうね、3月までの繁忙期を終えて、4月入ってるじゃんと。えじゃあなんでそんな遅い時間までなってんのっていうふうに質問があるかもしれません。 これ理由、勝手に理由を説明します。なぜなら、4月に入植した人の愚痴を聞いてるからなんですな。<laughs> えっとですね、まあ4月に一日から始まって、で、入職をしますと。そしたら、まあ悩むんですよ。いろんな人が。で、大抵の方は、まあそのまま、こう、流れていくんですよね。まあ頑張っていこう、みたいな。え、なんですけど、 こう、言われていた内容と違うじゃんって言って、こう、あの、こが多いな。口癖ですかね、これね。えー、まあ、どこかで言いたいんですよね。で、私たちが、その人材業っていうのは、入職後もやっぱりサポートをするので、そう、連絡を受けるんですよ。で、まあ、あの、業務後とかの話っていうのも聞いたりとかするんです。えー、で、これね、 えー、確かに業務なんで、じゃあ給料出ないのかといろいろ言ったりとか、あのー、あのそれってブラックじゃないかとか、労働基準法がどうかといろいろ言う人いるんですけど、これは社会を分かってない人たちです。うん。まあ別に刑事まで書けばいいじゃないですか。えー、あの法律違反じゃない。あ、どうぞ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 ,どうぞ,どうぞ、そういう、ね。あの、うんうん。そういうのって、どういう時に起きるかって言ったら、私が、会社に対して何かを、 言った時には生じるかもしれませんという、どだけですよ。もう別に別に。えー、でも、それをやっちゃいけねえか、うんぬ、うんあ、まあ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 、だから何なんですかなんですよ。えー、いや、サブロック出してるのみたいなね。うん、あるかもしれないですけど、たださ、とはいえさ、アクシデントってあるじゃないですか、いろいろ。で、それがたまたま長引いちゃうとかって、いろいろあるん、ああ、社会に出ればいろいろあるの。うん。ああ、んだよ。 で、それをいち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 法律に照らし合わせてね、なんだかんだ言って、な、あの、くだまきがなんかは、あの、悪いことしてるだとか、ね、上司の許可取ったんだから、いろいろ言って、そんなことやったらしょうがないんだって。そ、そういうものなんだから。でもみんなで合意してんだからいいんだよ、そういうのは別に。え、で、その上司から、そ、あの、その時間帯にね、あのー、 えー、この人の、この愚痴き、あの、そのフォローしておいてとかって別に出てるわけでもないですし、あの、人材業においては、その、職者さんが突発的に、ね、今悩んでますとかって、こういう、その、夜11時とかに来ることあ,あるんだよ。で、さ、その時にどうしましたって、別に、LINE で返すことってあるわけですよ。うん。なんならお話聞きますよ、って。 大丈夫業、業務外ですけど大丈夫ですかとかで向こうも来るわけですよ。でも今、まあ聞くだけでも大丈夫ですよ。ちょっとお話聞きますよって話するだけですよ、別に。で、これを法律でうんぬんうんぬんやってて、でもさ、人がいることだから、<laughs> ねあの、厳密にやっちゃダメかもしれんよ。うん。でも、まあ、そういうものなんですって。ええ。で、じゃあ例えば、あのー、車屋さんがあったとして、そこで、 あんたのところ、今、深夜に乗ってて、故障したらどうするか、みたいになって、保証しろって言って、これは電話つながないよ。だって事務所が、そのそのそのディーラーのところが、ね、空いてないし、え、連絡したって全然出て,出,て,出,て出ないじゃないですか。うん。そ,れそういうもんだよ。だ物が相いてる場合はそうなんですよ。で、そういったものに関しては、いわゆる社会通念上とか、 <laughs> あの、常識的な話とか、業務上の問題とかね、ま、いろいろあって、それを総合的に判断した結果っていうのがあるの。えー、で、これをね、いちいち目くじら立てて、なんだ、ああだーっていうのは、これは社会を知らない、えー、お子ちゃんの話です。うん。まあ、いくらでも言ってください。えー、くだまきお前なんとかかんとかって。あ、どう,どうぞ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 。ね、大体そういうこと言ってる人っていうのはね、あのね、<laughs> まあなんか、 まあまあ、あのー、生きった中高大の学生でしょうね。うん。社会人の人は多分言わないと思いますよ。もう、社会知ってるから。だらそれで、だんだかん肩ッしーるに人は、だこれ面白いよ。あのー、明日か、明日だってね、あのー、別にいつでもいいんですけど、掲示板見ると見るといいですよ。そういう風にやってる人は大体学生っす、うん。学生っす。まともな社会人だったら多分やら、あのー、そってやらないと思います。だってブーメランで帰ってくるから。 いや、自分もやってんで大体、そういう人っていうのは。うん。あのー、まあ、これね、ほん、まあ、い,いや、しつこくて申し訳ないですけど、社会はそうなってます。うん。えー、で、えー、自分がね、じゃそうならないんだったら、どうしたらいいか。勉強しよう。すっげー勉強しよう。めちゃくちゃ勉強しよう。そうなりたくなかったら、通常の人間の3倍くらい勉強しよう。えー、で、あのー、 え、どうしたらいいんだろうね会社を起こしてもそうなる可能性ある、あるしね。うん。なんかプライベキーが入ったとかって言うとなんかそうなる機能可能性あるしね。え、まあ、業種選ぶんじゃないですかだから業種じゃない公務員とかだったら、あの、大丈夫かもしれないですね。でも生活保護の担当で私やってる時には、ねあのー、〇〇が、 あのー、まあ、とか、うんうんって言って、な、んか救急車の中で子供産んだとかね、なんかそうやって、結局それで日曜日に呼び出されてるって、まあ、あったから、まあまあ、まあ、行くところによっても変わっちゃうかな。えー、というところでね、まあ、た、ただ、ただあの、自分がやりたいことをやるっていうことだったら、やっぱり勉強をね、するっていうのは重要だと思います。はい。えー、と <laughs> なかなか難しいん、ね、だ 社会って複雑なんで、それだけね。はい。というところで、本編に移るんですけど、はい。今回は、サニージャニでございます。うん。サニージャニです。で、あの、外録チャンネル、に、その、自分の方からオファーをかけて、で、その、まあ、出てるんですよね。で、もう、本当にもう、一週間ぐらい前の話ではあって、まあ、鮮度としては落ちてるんですけど、まあ、このタイミングでなんで出してるかって言ったら、 あの、何回かやっぱりこうちょっといろいろ見てたんですよ。うん。で、見てて、で、なんとなく、この、こう、外録チャンネルに出ている部分で、なんか違和感を感じるなと。でもその正体って何なのかなとか言いながら、なんか自分の仕事としたり、ショート動画を上げたりとかして考えてたんですよね。うん。で、実はこれ、昨日撮ってます。うん。撮ってるんですけど、NG なんですよ。 で、それでもう一回取り直しをしてるんです。えー、で、えー、まず、その、外録チャンネルって何なのかっていうところなんですけど、簡単に言うとですよ。もう本当にざっくり言うと、ざっくり言うと、えー、まあ、壮絶な人生とかを歩んだ人たち、その人たちを、えー、自分の方でオファーをして、で、そういった人募集してます、というところなんです。 ロ録チャンネルさんがオファーするんではなくて、私はこういう目に遭いました、みたいな。うん。あの、これこれさんとはまだちょっと違うんですよ。これこれさんはこういう気になる奴らがいるんだけどって告発系なんですよ。だけど、ロ録チャンネルは自分こういうことありましたなんですよ。だからあの、ザ・ノンフィクションみたいな感じです。あの、サンサーラってあるじゃないですか。あの、生きてる、生きていく、みたいなさ。 あの、日曜日とかでやってんのやな,な、あれね。さ、あの、サンサラハーとか言って、えー、ザ・ノンフィクションっつって。えー、なんか、こう、ちょっと苦労したみたいな、親がどう、みたいなさ。そういう地上派で言うとそんな感じ。は、まあ、ざっくりとですよ。本当は違うなっていう風な意見あるかもしんないですけど、この、外力チャンネルを知らない人たちに向けての話としては、ざっくりそんな感じです。で、そこに、あの、公平氏が応募してるんですよ。 多分ね、水木氏はね、あのあ、そんなに多分自分で積極的に応募したんじゃないかなと思います。あの、公平者は基本的にこう、いろんなオファーをかけているので、えー、自分はこういう、自分たちはこんな風に、サニージャにはこうだったっていう風にオファーをかけてるんです。だから、その外録チャンネルで、えー、つけると、あ、どうもこんにちはーって言って、こんな雪の中ーって言って、あ、連絡くれてありがとうございますーって言って、ポッて切るのよ。 え、だから連絡、連絡くれてありがとうございますって外力チャンネルが言ってるので、もうこれはもうね、公平氏がやってるで,すで58分ほどの動画で、どういう内容かっていうと、もともと、自分たちは日本一周をえ、このキャンピングカーでやっていました。で、途中で、え水木氏が病気になって断念をして、 で、えー、治療費を集めて、えー、で、なおかつちょっと誹謗中傷に遭い、えー、で、治ってきて、で、水木氏が最後に、えー、私は幸せです、と。うん、で、あのー、結局、えー、周りの人にどう思われようが、えー、自分が幸せだったらというふうに締めくくる動画なんですよ。で、ちょっと本のし、あのー、なんていうか宣伝をするとね。えー、で、これが、 まず、一つずつ話をしていくんですけど、サムネ。サムネがやばいなっていうのがあって、まあこれ、あの、先日、これこれさん、まあこれこれチャンネルさんですよね。そこでも言ってるんですけど、いやいやいや、俺って、あのー、これ、その、むしろ、サブじゃないよって広めた側なんだよねって言ってるんですよ。で、なんていうかって言ったら、このサムネが、 この水木氏がこの酸素マスクをつけて、チューブをこうやってやってて、で、こう、はわーって顔してんだよ。で、そこで、こう、あのー、これこれ氏に誤認されるも殺害予告みたいなの書かれてるんですよね。えー、で、だから、もうまるでこれこれさんが悪者みたいなサムネの仕方なんですよ。 これね、あのー、以前も、その本の中にも書いてあるんですけど、その暴露系ユーチューバーによってえ、自分たちの炎上が進んだみたいなね。<laughs> やってるんですけど、もう改めて言いますよ。これこれチャンネルさんは、あのー、2回私出てるんですよね。で、そこで自分は、その個人情報を提供して、 えー、サニー・ジャーニーのその公平氏と連絡を取り、その上で診断書を見させてもらって、これが間違いなかったということを確認しましたって言ってるんですよ。うん。で、どうですかっていうのを出したんですよ。あの人は。で、それは、そ,それをこう聞いた人はそれ自分たちの判断をするんです。うん。えー、だから、 あの、これこれしはむしろ、どっちかってそれをちゃんと見ましたよって発言してる人なんですよ。それを、こう、ああいう書き方をするっていうのが、まあ、なんかまあ、センス出てくるよねっていうところなんですね。で、基本的に、この、公平氏とか、水木、まあ、水木氏がさ、どういうふうにこう発信するかっていうところはあるんですけど、まあ、特にこの、サニージャーニー二人としては、人のせいにする傾向はタクシーに結構あるんですよね。えー、で、 あの、その、私のその動画のコメント欄のところに、この、えぇ、外チャンネルの、その、コメント内容が、潮目が変わってきましたね、みたいなね、えところが、え言って、おっしゃってる方とかもいたりするんですけど、これね、え何かっていうと、たださ、とはいえ納得いかないじゃんってなるじゃないですか。なんかおかしいなって。この違和感があるなって。で、この、サニージャーニーの、 あの、えー、いわゆるこの外録チャンネルとか、こう本とか書籍とか、えー、最近のものに関してのこの結果とこの過程を話したもの、これを見てる人と、順にこのサニージャーニーが11月からがんを公表してって言ってリアルタイムで見てきた人としては、完全に温度感が分かれるんですよ。何か。 公平氏の発言を1から100まで見てないからです。と、同時に時系列で追っていくと変わってくるんですよね。はい。ちょっと待ってくださいね。はい。すいません。で、ことの発端は何かって言ったら、その、水木氏が、その、水炎房細胞害になりましたと。で、基本的にその11月の6日以前のことっていうのは炎上の元になってないです。なってないです。 え、まあ、あ確かに、その、高知の、その病院、高知での出来事というところで、あの、水木氏がね、その横断が出るまで、公平氏が、あの、海でね、あの、まあ、あ要はサーファーとしての、 聖地だからとか言って、2週間くらいで滞在したいとか言って、この波を待っててイライラしてるみたいな、そういうシーンはあるんですけど、いや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 、公平氏、まず水木氏の体をちゃんと確認しろよっていうのがあったりするんだけど、これ言ってもしょうがないので、もうね。もうしょうがない。しょうがない。えー、で、えー、基本的にこう、最近のサニージャイリーの活動としては、あの、自分たちは病気になりました。えー、それを明かしました。なのに作業と言われてます。えー、ね、誹謗中傷を受けました。かわいそうな僕ちゃんたちです。っていうのが流れたんですよ。 これ流れです。え、え、でもそうじゃなかったじゃないですか。追ってきた人たちだてわかると思うんですけど、そうじゃなかったでしょってことなんです。まず、11月に、え、ガンを公表します。はい。で、その間ディズニー行ってます。ペット検査で。で、これは明かされてないんです。この時点ではまず明かされてないんだよ。ここが重要なんですよ。うん。ガンを公表してるんですよ。本人たちはその間にディズニー行ってるんです。でも明かされてないんです。で、 それで、がん治療にはお金がかかりますと。うん。っていうことなんです。皆さんご存知の通り、がそのためにはお金がかかります。水木医師には何でもやってあげたいと。ひょう、その自由診療とかそういうめて何かや、全部何でもやってあげたい。そのためにはお金がかかりますと。うん。というわけで、っていうことで、クラファンを始めます。というところだったんですよ。こう言ってんです。 で、その前に、じゃあ YouTube をやめずに働けばいいんじゃないかっていう意見がありますと。この前の動画ですね。で、そこで、あのー、私は自分は保育士資格を持ってます。でも皆さんご存知の通り、保育士の給料は低いですっていうところを始めるわけ。で、で、YouTuber として生計を立ててますというところなんですよね。で、これを聞いた時に皆さんの脳裏に何が浮かぶかなんですよ。 癌とか、がん以外の病気が世の中には溢れている中で、みんな、自分の親、兄弟含めて、まあ、お子さんがいる人たち、その、自分の、例えばその、子供が働いてる人たちからすれば、自分の子供も、なんだかんだいろんなことがありながら、頑張って働いて、自分たちの医療費は自分で稼いで、 どうにか苦労しながらやりくりしてるでしょってことだよ。まずここが前提であるんですよ。うん。あるんです。えー、で、この二人は結婚してないんですよ。当時ね。えー、水木氏は水木氏なんです。公平氏は公平氏なんです。で、その上で、そこの状態で、癌にはお金がかかり、がんチェにはお金がかかりますよねって言ってくるんですよ。うん。 で、それで、自分は、ただ、YouTube か、YouTube で生計を立てて、ますって言ってくるわけ。ええ、ただ、えってなるにますねここで。じゃあ、あじゃ、収入あるんだったら人からお金集める必要ないじゃんってことでしょ。だって、それで知るだけ、出せんだから。うん。で、そこで、いやいやいや、公平氏あんたは健康なんだから、働きなさいよってことになる。 って思うのはこれ普通のことなんですよ、これって。で、本人たちはマグロ漁船にでものね、なんだから、これ YouTube で収益が出らなければ、マグロ漁船にでも何でもやりますたんですよ。YouTube で収益が出なければって言ったんだよね、掃除。うん。いやいや、だから出てないからお金集めてるわけじゃん。この人を助けるようなっていう風に思えるものがなかったと。で、じゃあ、その時自分たちは混乱してたとか、 ね、標準治療がダメだとかね、なんかどうなのかって混乱してたうんぬんっていうの言うけど、そういうことを活動するのも仕事だよ。うん。言い訳になんないよね。自分たちがこれ、だからとにかくお金お金お金に考えちゃったでしょいや、あの、あのね、あの、自分が今できる範囲のもので、人を助けるっていうことを考えたら知恵を絞るんだよ。 で、そこでどうやったらいけるかって考えんだよ。そしたら、か、その、行政の法律だとかそういうのもちゃんと調べんだよ。漠然とね、あの、自分の大,大切な人が、あの、えー、命が危なくなったら何でもやろうと思ってって言って、そのためには自由診療もやります、何とかもやりますって言って、お金を集めることじゃないんだよ。 お金は結局上限があるんだから。だったらそのためにはどういうふうに今できる範囲のものでできるものが何かというふうに考えるっていうところにも知恵を絞らせなきゃいけない。それを、その、悲劇のヒロインよろしくね。あの、助けてください。世界の一世中心で愛を叫ぶみたいにね。ドラマの見過ぎなんだよ、これ。ええ、あの、皆さんご存知のようにそのためにお金がかかる違う違う違う。違う違うええ、そうじゃないの。うん。 だから、いやいやいや、こういう人は働けばいいじゃんってなっちゃうけ。なぜなら、一般の人たちでは、ね、あのー、標準治療の癌治療をやって、効果が出てるのか分かってるからです。うん。で、なおかつ、あのー、しっかりと働いてやってるからです。で、工学療養制度とかってやってるからです。でも、この人たちって最初の時工学療養制度の話してなかったんですよね。え、で、それで、 あの、外録チャンネルの、この、外録チャンネルとか最近のまとめ系のね、この書籍とかのずるいところっていうのは、あのー、全部ね、今までそのリアルタイムで見てきた人たちにとっては、初めて接するような情報を今出してるんだよ。<laughs> うん。だから、いやいや、この動画を見た後に、あの人たちの動画見てきましたけど、納得いきましたよっていうのはありえないんですよ、これ。 だって、それまでは、どう、その、外録チャンネルの話っていうのは、ないんだからね。わ <laughs> かりますここの違い。その話の情報、一切ないんだよ。いきなり私たちはガンになりました。そのためにはお金がかかります。はい、クラファン始まって、いきなり来るんだよ。途端に来るんだぜ。で、しかも、その、この後ね、出てくるところなんですけど、これこれさんの動画のところで、昔ね、あの、要は、 と、同時期にこう、いわゆる、その、お金集めの詐欺みたいなのがあったわけじゃん。えー、で、それで警戒心があるわけだよ。で、なおかつだよ。の、どんな治療って、フォルフェリノックス療法をやりましたっていうのは、書かれてないんだよ。これ、11月24日から科学療法をやるっていうのは、そ、その、診断書、確保診断確保証明書っていうのが出るのは、これ、年明けなんですよ。それまでは、抗がん剤治療のために、 えー、入院しました。水木氏が入院しましたって言ってるだけなんですかね。どんな治療をやったかっていうのは明かされてないんだからね。え、全く明かされてない。入院しましたと言われてるだけなの。その状態なんですよ。で、いきなり退院したとか言って、で、それで、あのー、外に出てるんですよ。なんだか一台ねえー、で、いきなり今度は、 結婚したとかって、フォトウェディングとかやったりとかして、そして合間のブログの方があって、食べてるものがまた油こかったり何とかやってるういうのがあるわけじゃん。まあ、サムゲタンはね、事業競争みたいなさ、あるかもしんないけども、そういった諸々がまず積み重なっていくんですよ。で、ええって思う、思われても仕方ないような情報がポコポコ出てくるわけ。 で、えー、でも、なんかな、なんか不思議だよなって言って、年明けして、で、ライブをするわけ。そしたら、あのー、いろいろ意見をするんだけども、ことごとくあのー、カットされちゃうんですよ。うん。で、その、そういったところを、こ本人たちも、公平紙も言ってるじゃないですか。コメントを許可制にしたっつって。で、とにかく、えっ、ー、と、自分たちは、これすごいよね。 あの、どういうコメントが削除されたかっていうのを、この外録チャンネルで言ってないんですけど、こういうものが、例えば、えっ、ー、と、こう、抗がん、抗がん剤じゃねえや、えっ、ー、とね、え、水臓がんとかで、こういうふうなやり方がいいですよとか、あの、こういうのでどうですかみたいなこととか、あとは、大丈夫ですかみたいな、ちょっとした疑問とかね、意見とかが全部ことごとく、ブロックされてるんですよ。削除ブロックされちゃうんですよ。 あの、単純に心配したとか、こういう風な治療法ありよとかって言ったところもブロックされちゃうんですよ。これが事実なんですよ。これ、これ多分ね、あの、スクショ撮ってる人たくさんいるんですよね。魚宅撮ってる人とかって。えー、これいますよ。で、そ、そこで動画上げてるんですよ。あのー、こ、治療ってのは命の選択なので、そういったものとかは一切無視しますって言ってるんですよ。うん。だから、あのー、 その後に、この外録チャンネルで、ええー、自分たちをね、こう、殺害予告をした人たちが、あの、捕まったって言ってるんですよ。これ殺害予告だって、誹謗中傷ではないんですよ、もうすでに。ええー、で、誹謗中傷されたっていきなり飛んでるんですけれども、じゃあ、どんな意見が来ていて、こういう意見に関しては良くなかったと思うのでブロックしたっていうことがないんですよね。で、さらに言うと、あのー、お布施の話出さないんですよ。 この外国チャンネルでは。で、じゃあなんで、えー、このクラファンを辞めたかっていうと、クラファンをやりますって言った時に炎上したのでって言ってるんですよ。違うじゃん。本に書いてある内容としたら違うじゃないですか。違うでしょ。動画では言ってますよね。ある時水木が浮かない顔をしていてって言ってる。でそもそも治療費として使うクラファンだったんですよ。これ間違いないです。 街録チャンネルでも言,言っちゃってね,ね、口滑らしてね,えね,あねえで、その本にも書いてあるんですけどあの、クラファンは金額を言わなきゃいけなくて何に使ったかというのを明かさなきゃいけないから、バレちゃうと金額がバレると、とさらにこのスパさんに関して言うとスパさんって、えー、YouTube ね運営のところから、まあ、かなり取られてしまうと。 えだからその金額、要は本来この私が例えば100万円持ってますと、でこの人100万円を私し渡してやろうと思ったとえ。そしたらこの金額取っといてねって。えスパさんじゃなくてあのクラファンにするからスパさんだとね、この100万円を僕らはもらえるけども、でも手数料取られちゃうからね、取っといてねって言ってると。うん。だから、 私の方にたくさん行くように、とっといてくれって言おうとしたんですっていうのをサニジャニが言ってるんですよえ。でもこの言葉ってめちゃくちゃ変じゃないですか。あのなんでかあってい YouTube で呼びかけたことによってそういうのが集まるわけで、MCN っていうのを吐いてたとで、これで手数料3割ぐらい取られるっていうふうに、その利益から3割取られるっていうふうに言ってるんですけど、まず MCN って何かあったらマルチチャンネルネットワークって言って、あのー、合ってるかな、マルチャンネルネットワーク。あの YouTube のその YouTube、えー、ーーのこの束ねるウームとかみたいな感じかなこう束ねる組織があってでこのその MC n に参加するってあるんですね、何かあった時に保証するみたいなのがあったりするんですけど、案件とかをこう得やすいみたいなね、ね、まあ、そういったものがあって、あるんですよ、でそれに参加してるから手数料取られるっていうのなスパさんとかやってもってるんだけど。あのー この人に何かしてあげたいなとか、補助をしたいとかって思うお金っていうのは、使う側の心理の問題じゃないですか。え、だから別にさ、スパさんだったら投げるけど、えー、なんだろ、う、クラファンだったらやらないみたいなさ。そういうことだよ。それをさ、スパさんやるぐらいならクラファンやってって言われたところで、いやいや、そういうことじゃねえんだよな、みたいな。 なんでかっって言たらスパさんを出すとナイ,ナイスパーとか言ってさこうなんかこう褒められるわけじゃんだからそういうのも含めてるんだけどねスパさんってえい,ろい,ろいろいろメッセージ付きでさでそのスパさんをあのやめてクラファンにしようと思ったけどある日、水着が浮かない顔してとか言ってで本来はもともと始めていたお布施があったにもかかわらずこれをお布施に切り替えましたっていうふうに出してるわけじゃん。 で、治療費として、クラハンをやるって言ってたものが、その、水木氏の幸せのために使う娯楽費とかも混ざっちゃってるところに入れ替わってるわけよ。でこれを外録で言わないんだよ。だから自分、で、さらに、この、その自分たちがね、クラハンをやるとかっていうことに対して批判をされたと。で、そういう人たちは、 どんな人たちって、これ公平氏言ったと思いますこれ公平氏が言ってるの。愛をもらったことがない人たちなんでしょうねとか言ってるのよ。だからこういったさ、あの、煽るような言葉を言ってるわけじゃん。てか、ひどい言葉じゃないですか。てめえらで勝手にさ、あの、病気になったら金くれって言ってて、いやいや、あげないよいや、そういうんじゃなくて、働けばって言ったらさ、あ、あなたたちは愛をもらってない人たちなんですねって。いやいや、愛もらってるとか、そうじゃなくて、な、なんでそういう言い方すんの なんです、なんでそんなこと言うんですかあなたたちこそ愛もらってないんじゃないですかええ、だって水木、ってかさ、公平氏だってさ、愛もらってないじゃないですかって話で、こんなの。あの、振り返ると。だって、水木氏にお金渡せないんでしょ無償で。何が何でもやるって言って、ね、別に、僕はマグロ漁船に乗ります、みたいな。結局さ、自分で稼いだ、てか借金してくればいいじゃん。公平氏が自分で別に。 借金してきてさ、いろんなところでさ、トイチら何だろうかさ、徒歩でもん、闇牛地獄でも何でもいいからさ、自分の腎臓でも何でも、角膜でも売りますみたいな感じでさ、借金してきてさ、その顔でも水岸に渡せばいいじゃん、それだって。それをさ、愛をもらってない人たちなんですねとかってさ、人のこと煽っといてさ、で、自分は結局金もらってさ、水岸に渡すみたいな。で、これ、あの、当時、スパさんしたりとか、あのー、いろいろね、 あの、お癖とかやった人たちに対して話しますけど、感謝されてんのって、水木氏から感謝されてるのって公平だかんねええ、残念なことに。もう一回言うけど。あの、公平ちゃんありがとう。僕、私は公平くんと、ね、いたとこで勝ち組だと思ってます。言っちゃってるかんねもう残念じゃん。<laughs> そういうことだよ。そういう人だよ。ある意味。ええ、これ愛をもらってる人かいこれ。人から愛をもらってんにもかかわらず、ね、 結局は、こっちからもらってるのに、こいつに返してただからね。だからそこは、そういうところも残念な感じなんですけど、まあそういったことをもろもろ言わないんですよね。うん。だからそういうことを明かさない状態で、あのー、外録チャンネルではやってるんですよ。うん。だから、あの、なんとなくこの違和感をこう覚えるっていう、この、えー、58分で地獄っす、うん。正直地獄です、あれは。 えー、でね、まあちょっとこの話に関してはちょっとまだ続きが出てくるので、あの前回のあの <laughs> 本のえぇ、ー、あとじゃ評価それでまあ前後編に分けましたけどこの、えー、サニージャーニーのねこの外録に関しての話っていうのはちょっと後編に続きますちょっとねあのー、30分ほどちょっとまとまんないなとえー、えっ、ー、とね見返すとひどいっす、うん、だってさっきの発言でもわかるじゃないですか えー、で、自分たちでオファーを出して、一つ言います。自分たちでオファーを出して、あの、自分たちのそのマイナス評価をどうにかプラスにしようとしてるんですけど、そうは問屋が下ろさないぜ。へ <laughs> ね。はい。というところでの話でございます。まあちょっと、まあ、次、次回に続きます。はい。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。じゃあね。バイバイ。愛をもらって、愛ゆえに愛をせた男。シーザーとかだったかな。北斗拳のね。はい。どうも。